ヒラの仕様、銭湯でのオフショットにファンから大量の賞賛。2023年8月8日、元キングプリンスへの平野仕様が、自身の SNS を通じてファンに驚きと喜びをもたらす魅力的なオフショットを公開しました。この投稿は、ヒラの仕様のファッションセンスと魅力を銭湯の雰囲気で表現しており、ファンからは大量の賞賛の声が寄せられています。 本記事では、この投稿について詳しく掘り下げ、平野仕様の魅力とファッションについて議論します。平野仕様は、日本のエンターテイメント界で和洋風靡し、その魅力的な外見と多彩なパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。 彼は芸能界での成功だけでなく、ファッションアイコンとしても知られており、そのスタイリッシュな衣装と個性的なセンスが注目されています。8月8日、平野耀はファンを驚かせ、魅了しました。彼は自身の SNS で、銭湯での撮影風景を公開し、その中でジャケットを羽織り、笑顔でカメラに向かっています。 このオフショットは、銭湯という非日常的な場所での平野仕様の姿勢を捉えており、多くのファンからは、大量にどうぞ、というキャプションとともに大きな注目を浴びました。この投稿に対するファンの反応は熱狂的で、平野仕様の魅力とおしゃれなセンスに対する翔さんの言葉が数多く寄せられました。フォロワーからのコメントには、大量にいただきました。 大量に最強のガンクをどうもありがとう。銭湯でノスタルジックな雰囲気にスーツに身を包む紫陽くん。銭湯なのにかっこいい。銭湯にこんなオシャレでけめンいないでしょ。などのコメントがありました。平野仕様の魅力の一つは、その常に新鮮で斬新なファッションセンスです。この投稿においても、 彼は銭湯という一般的にカジュアルな場所でジャケットを着こなすスタイリッシュな一面を披露しました。彼のファッションは常に注目され多くの人々に影響を与えています。さらにこの投稿はファンにとっては驚きと楽しみの要素を持っています。 戦闘という場所は一般的にはリラックスや休息を求める場所として知られていますが、平野仕様はそこでファッションと魅力を披露し、ファンを喜ばせました。このような斬新なアイデアは彼のファンベースを一層強化する要因となっています。平野仕様の SNS での最新投稿は、 彼の魅力とファッションセンスを最大限に引き立てたものであり、多くのファンから大量の賞賛を受けています。戦闘でのオフショットは、ファッションとエンターテイメントを組み合わせた斬新なアイデアで、彼のファンベースを喜ばせました。平野紫仕様は、エンターテイメント業界だけでなく、ファッション界でもその存在感を示し続けており、 今後の彼の活動にも、ますます注目が集まることでしょう。平野紫耀のファンにとって、彼の SNS は彼の最新情報や魅力を追跡するための貴重な情報源です。彼の独自のスタイルと個性は、多くの人々に影響を与え、ファッションに新たな視点をもたらしています。今後も平野紫耀の活動から目が離せません。